まあでもこれ3年はいいね、これはいい、これはいい、これはいい、もうぶっ飛び使うかな、これホーリーワンしちゃうかな、これは男だわじゃあ高田さんから順番でお願いします。はい、高田です。今 YouTube 配信してるけど、多分ね、この中で俺一番多分モーデスやってるから、あ、俺絶対ね負けないと思ってた、正直あの変な空気にして終わるかなと思って、うわ優勝しに来てるってことね。うわうわうわ、いやいやいや、本当本当ガチで来てるから、もう一切手が抜けないから。そうそうそう、最近アマンガス5時間やった後モーデス5時間やるっていう生活。いやいやいや、でも3年決戦は初めてなんですよね。そうそ う, そう、だからさっきちょっとなんかプテハシで仕様聞いた、ちょっと違うんだと思って、それがちょっと不安だけど、はい、まあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ慎太郎くん。はい、どうも、慎太郎と申すものでございます。はい、いやー、桃鉄はですねまあ高田さんとは対照的に今日始めました。今日始めたんですけどまあただそれでも勝つんで、僕はあれビギナーズラックを見せていこうと思います。人生で一回も桃鉄したことないんですよ、だけ本当にないですね。過去シリーズも全く触れてこなかったんで、まあただ、まあ、3年決戦で短いって聞いたから、まあ、ワンチャンあるんじゃないかなと思ってるんで頑張ります。じゃあお願いします。お願いします。というわけで、プテラ高橋です。なんか桃鉄のツイートを高田さんがやってるのを見て、うんうん、あ、ちょ高田さんと桃鉄したいなってまず考えて誘っていや、そしたら最近アマンガスとかやってるし、センターの慎太郎声かけてみようと思ったら2人とも了承してくれて、今日こういうね機会が設けられましたので、まあ、非常に楽しみです。僕はね、逆にこの3年いっぱいやってるわけじゃないけど、この3年決戦においてはかなりやってると思うから、そこでちょっとね、高田さんほどやってないかもしれないけど、このモードではいけるか、そこそこ戦えるのかなっていう感じではあります。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ最後センターどうぞ。はい、どうもセンター教授です。いやあのね、マジで桃鉄めっちゃ好きで、あ、多分トータル、そのシリーズのトータルで言ったら多分僕が一番プレイ時間多いんじゃないかなと思います。裏で話してる感じ結構やったことある風だったもんな、なんか、ね、そうね、そう、千葉はスリの銀次がよく出るとか、なんかでも結構詳しいじゃんと。そうそうそう、だから頑張り、いやマジでね、念願だったからね、桃鉄ファンからするとオンラインでやるっていうのがずっと念願だったから。いやそうね、確かにこの4人でやれたらなとかちょろっと思っててたら誘ってくれて、いやマジかと思って、あーいいわ、そう、それはよかった、そう、思想はやったわえ、慎太郎って年齢公開してる？公開してますよ僕。え、いくつなの？僕23です。23でやったことないのか。ないですね。ちょうどあれじゃない？シリーズが止まった時期だから。あ、そうか。それもありそうだな。いや、そうかそうかそうか。いやー。あれ？僕一個上だけど。あれ？帰ってますか？あれ？いっぱいやったよ。あれ？ネズミランドやっぱあんの？千葉の。ネズミランドあるあるある。あるある。ネズミシーもある。ネズミシーもある。今ネズミシーもある。え、あるんだそんな。駅に。ある。あの、いや、駅の中のあの物件？あの人数揃いましたので、まあ始めたいと思います。いや、楽しみすぎるマジで。めっちゃ楽しみだった。マジ楽しみだった。今回はどちらで遊びますか？桃鉄3年決戦。これです。これシャッフル、順番大事だから。そうだよね、3年って結構順番大事だよ、確かに。正直明らかに先行有利だと思うから。だよね、あ、だね、だってさ先にサイコロ振れるからね、1回。確かに、うん、いきます。いや、とっこし僕にハンデを。いいね、いいね、いいね、捨て試合するか、いい、ね、足引っ張るだけで終わろう、今回。いやいやいや、これはもう本当でラオガチで、もうガチで来て変な空気して帰るから、これよし、というわけでじゃあ3年決戦でやっていきたいと思います。はい、はい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 、いや来ましたね、まあ、普通の流れね、いつもの流れで。ここが違うよ、1億なんでしょ、はい、最初から初手1億、急行周遊ぶっ飛びカードこれ持ってます、ね、うんうん、これだいぶ違うよな。急行周遊か、使いどこマジで大事だね。いや大事、全部大事だよねこれ、ぶっ飛びも、いやこれだ、これも大事、これ俺が押すってことだよね。ただなんす、あー、名古屋か、あれこれ初期スタートってどこでしたっけ。東京駅、名古屋ってことは、ただからじゃあ23マス近いな、最速3手でいけるな。
おこし、きこしは、でかいなー。サイコロがね、2個になりますね。でけー。あ、しかも、でかい、カードがでかい。これめっちゃでかい。でかいな。あ、まあまあまあ、あ、いいよ。あ、チンピカードか。あ、来たこれ、最悪。近く失うのでかすぎるけど、これ。よしよしよし。あー、すぐの銀次だ。うわ、マジで。よし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 。地域カードソータが覚えてないんで少し待ってください。まずカードで基本的にはね。え、ちなみに分かる急行周遊とか。あ、僕一応1回だけやったんで。ああ、オッケーオッケー。え、この急行周遊カードって3回使ったら壊れるんでしたっけ。いや、4回以上。あ、なるほど、うん、結構粘る時ある。ランダムだね。いつ消えるかは。ああ、まあ7ね。まあ6以下じゃなければ。あ、いいね。あ、身長早いね。あ、待って、こっちで2、1、豊富。いや、これ未だにこの物件が分かってなくて。これはパーセンテージ高い方がいいよ。うん。ああ、ああ、これ例えば、1000万円の物件を今買うじゃん。はい。そしたら、1000万円の物件を買ったら、3月になると、80% の利益を出して、自分のお金になるから、そうそう、うん、資産的には、1000万をキープしながら800万増えるっていう。だ、総資産的には、プラス800万を。それをずっと最後まで持ち続けたら3年分できるって感じ。あ、じゃあ持ち続けるんだったら解読ってことですか、多分これ。そう、もちろんもちろん。そう、だから 10% だとちょっと回収しきれんよね、今回3年だから。10年かかるから、まあ、ここにしとこうかな。よいしょ。はい、まあちょっと早めに使いますね。まあ使うよな。いやー、まあ、でかいな。ここまでいくわ。あ、でもカナマスでかいからだな。頼む、いいの来い。カード強くね。強すぎる。いや、強い。これは強い。これはあれだっけ、敵のところにそうワープできるやつだよね。そうそう、でワンチャンいきなりゴールまでワープできる、うん、マジで。あ、あるね。あ、あるある。あ、待って、先端大丈夫。あ、まあ、作戦だからね。初手シングルの作戦だからもうぶっ飛び使うかな、これ。ホーリーマンしちゃうかな。それは男だ。それは男だわ。ここでぶっ飛びは本当に男。あ、早っ。あ、同じか。同じだね。慎太郎だけちょっと出遅れたぐらい。僕だけ。見えます、でかいな、みんな。やめろ。肩流り。まあ、でも進行形強いわ。強いね。強い。俺だけめっちゃ、ま、あれか。ちょっと悪すぎるな、俺だけが。絶対悪しちゃうよ、これ。な、悪くはないか。あと14か。うわ、金あったらな。金あったか、金あったらな。星が、カード変える。カードマスだから。マス。あ、もう青いくしかねえから金ないし。うわ、金あったらな。でも結構高い。ゼロ円。ゼロ円だから俺何もできないんだよ。オッケー。マジ金あったらな。あ、そんな銀次全額だったんだ。そう、全部だわ。サザエの銀次は全部だった気がする。あ、そうか。うなぎが半分だったかな。そう、なそうなる。そう。7だったら。カードマス、カードマス。カードマスっすね。絶対カードマス。上行って、買うか。お金使ってもカード9000万だから。これは買うだね。買う。あ、カード買えるってことですか。あ、そう。いや、トラック2枚買いてー。でもこの急行周遊カード結構強いですよね、これ多分。強い、めっちゃ強いね。強いけど、めっちゃ強い。買っとこ。あ、そっち行くんだね。はい、なるほどね。まあ、ちなみに、はい、ちなみに、まあいいや。なんもない。あの特製霊カードがね、0円なんだよ。あ、だからまあ解読ではある。捨てちゃえばいいしね。なるほど。だからまあ何枚か買っといてもよかったけど、まあ別にね、借金背負う気ないですよっていう男気プレイもあるから。特製霊カードは借金、全員の借金が帳消しになる。へぇ、だからまず全員キープしといてくれ。全員だから、そう自分よりマイナスの人がいたらちょっと損って感じ、ね。あれ7ってどこまで行く。みんな同じ感じやな。あ、高田さんと同じとこか。おお。ああ、でも僕金があるから下行くわ。これ買います。うわー、でかいなー。あと急行って400万円なんだ。安い。そうね、急行安いね。急行買いまくってもいいし。いやー、買うよね。特急は買う。え？僕さらに特急買うわ。お。いや、それ行くわな。埋める。もうお金なんていらない。すげえ。お金なんていらないわ。そうなるわ。マゴール大事だからな。ポイントとかあんな。赤は止まりませんよっていうノリでね、強い。いや、
まあでもこれ3年はっはっいいねおいふざけんなマジでこれはいいこれ絶対1対ゴールしようこれね何がきついって初手全員ぶっ飛び持ってるから最初ゴールついたらみんなぶっ飛ばれてあ、そうかそうかそうか言われたしあ、7かあ、7射程いけないいやどうだあ危ない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 多分いけないんじゃないうわー入れないいけないねあーよかったよかったよかったいやこれちょっと名古屋諦めようかなこれとりあえずカバうんまあいらないねあんまりいらない物件を乗っ取れるカードだったかな、慎太郎くん、はい、4号とかで勝ちだか勝ちだから、ね、いやもう僕は運に頼るしかないゴールしそうなんかネズミランド乗っててあ、まあ、こんな人生甘くないな。手端ちょっと遠いかも。ちょっと遠くなっちゃった。うん、ちょっと遠いよね。あら、カード買ったからね。まあまあ、高いし。何マス？十三。十三。十三。いやいや。いやそうだ。そうだ。そうか。結構回れるところあっから行くかもなこれ。一撃で決めろ。十三。お？お？あ、いけそう。いけそう。あ、入ってない。いけないんだ。あ、じゃあ結構回らなきゃいけないね。センター届かないな、確か。待って、今何だった？僕、届かんな。何だった？ 8？ 6 か。まだいいやつ。よいしょ。まあでも、周囲これ、夏の、夏の青マス3億とかだから、結構。え、そんなもらえるの？うん。え、3年青マスは、3年はそうな。え、何？バブルなの？バブルっていうか、マイナスとプラスでかいみたいなやつだっけ？ 3 年って。でかいでかいでかい。マイナスもでかいの？マイナス、赤マス、冬止まると3月だったら4億とか。マジやば。やばい。変わるんだ。変わる変わる。へぇ。で、お金なくなったら売らなきゃいけないからね。うん、うん。あ、じゃあ結構インフレしてんのか、これ。かなりインフレしてますよ。ね、全然。うわ、ほんまや。やばいね。やばいやばい、これ。え、これ全然やばいな。そうな、青マスは強いですよ。だから結構ね、青マス優先度高い。あ、オッケーこれちょっと普通の感覚でやってるとちょっと違うな、じゃあちょっと違いますね、短期決戦だからな、マジで全然違うわ、でも、でもまあ黄色やいや、まあカードっすよ、カードが、カードが、まあまあまあ、足がないから俺、あー悪くない、あ、まあまあまあ、ペペペペペペってやつか、そうそう、残り3と、3だったら使わなくてよくないですかこれ、いやもちろん、まあ、あ、ぐるぐるフェアにするために先あ、ぐるぐるできるのか、言っとく、あ、おならカードわかりますか、慎太郎さん、何カードですか、おならカード、今高田さんが手に入れたおならカードはなんとなく場所が移動するやつでしたっけ、そうそう、全員の位置をちょっとほんのちょっとだけずらせる、そうそう、うんうんうん、微妙にね、うん、気まぐれ次第で、いや使おう、これちょっと使って、ぶっ飛べ、まあね、ぐるぐるして、ぶっ飛べ、ぶっ飛べ、ぐるぐるすればワンチャンあるから、ぶっ飛ぶ、頼む、お、走った、なんかぐるぐるこれいったね、あ、行ってない、惜しい、いやどこ行こう、意外に回れねえな、この辺、青マスがないのか、これ、いや、これカードの方が強いね、基本、青マスより、カードってここでしたか、黄色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 、まあ青も止まれないか、青、ああ今下の青とか今7月だから3億近くもらえるよ、 あそうかそうか、ゴールよりでかいのか、ゴールは5億です、ゴール5億もらえる、5億か、そう、本当にめっちゃインフレしてんじゃん、あれこれ青マスなくないですかこれ、青右下、下にある、下にある、右下、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 もうちょい下、あそこの左、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 あこれか、うん、あそれ止まれるね、そのあれ？トコナミ？ちょ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 。目見えてんのか？右ですか？あ、そこそこ。いや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 。え？全員見えてる。下下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 。左左。何これ？スイカ割りゲーム始まったこれ。そこ行ける。はいはいはい。そこ高いよ。ちょっとエアプすぎる。あ、すごい。サワラ。めっちゃ高いじゃない？やばいな。やばいぞ。うわあ、やばい。来た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 。これ何個分ある？うわ。やばこれ、これこんなもらえんの、ゴールする意味あるこれ、いやそれゴールする意味あるかこれマジでやきます、2、ここで引け、はい、あーなかなかゴールせんねん、うわでけえな、イエローカードつんだよな、え強くないっすこれだ、あでも場所によっては強い、ね、まあ海とかで使うとまあ面白いかもしれないけど、うんうん、一旦だけだし、でもやっぱだからそう、でも通常の感覚だと強いと思っちゃうの俺も、イエローカードは赤マスと青マスが全部黄色になんか5ターンぐらいになるやつ、は
入っちゃいそう。危ない。わあ、裏。ミスなんか。赤だ。それか。とりあえず、カードな。いいな。時。いや、いいなぁ。時は3個ね。いや、今、慎太郎1位だからな。なんだかんだ。やったぜ。おうわ、入れねえ。怖い。うわ、入んないのか。入んない、入んない。不毛だなぁ。なんか不毛だ。やばい。やばいね。その方はやばい。でかっ。でっけえ。やべえなぁ。あー、オッケーオッケー。まあ、確かにこれだったら100億いくな、納得だな、3年で。改善されたな。やめてくれ、出さないでくれ。ぶっ飛べ、ぶっ飛べ。ぶっ飛びカード使え。使うんだ、5マス出せばいいのに。あ、そっか、あーでも。おっ、あー、マジか。マジか、やばい、これは。が強い。いきました。あ、で、これ、え、誰だ、誰がボンビだ。誰これ、誰だ、これ。みんな近いだもんね。先端僕か。先端高田が同じ位置にいるんじゃない同じ僕が一番遠いかな。どっちだ分かんない。あれ分かんない。どっちだ。でも順番でも先端がつけれるのか慎太郎の後だから僕は逃げれるのか。あ逆に。ああおそうだ俺も逃げられるわ。これだって慎太郎につくぞ。えってつけられるのか。違う僕は次僕だから先端だから僕は逃げれるのかぶっ飛びで。逃げられる。さよならしくよ。これ慎太郎が逃げられないわ。今でターン終わったから。確かに確かに。ちょっと逃げるぞ。見逃してもらえないですかちょっと。こいつは一応ね、あの、なすりつけることができますね。はいはいはい、はい。で、なすりつけられた人は、誰かになすりつけられないと、なんか悪いことされるって感じで。はははははあ、めっちゃ近いめっちゃ近い近い。ぶっ飛べないなぁ。あれちょっと待って、これ、プテラシワンチャンそのまま入るあるな。特急で逃げれるから。そうだよね。ちょっとね、X で買うと早いよ。あ、わかりました、わかりました、わかりました。まあでも2個でいいかなぁ。お、え?逃げチキったね、ずいぶん。回収率低かったんで。チキるんだね。まあ、どんどん物件は買ってもいいけどね、お金があるうちに。ほら、あれがさっきさ、高田さんが言ってみてくれたの、釣りの銀次か。ありましたね。あ、13マスか。13は入っちゃうのこれ。使うです。さっきの釣りの銀次とかにお金盗まれた時とか。あ、そうか。そうそうそう。こういう資産にしといた方がいいかもね。え、うわー、でもちょっと足りてない。まあまあ普通に行きましょう。ゴールしたらお金がもらえますね。うん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 。基本的には。あとなんかたまにカードもらえたりする。これどうしようかな。こっちあんのかセンターも。うん、使う。いや、やばいな。俺が引かれたら。あ、待て、安い。これは下になってるか、さすがに。あれ、これって接触するだけで。そうそう。うん。あ、なるほど。いや、これ接触。ここ舐めくか。いや、位置めんどくせえな。でも、よし。でも近いから別にもうこれもらってもいいか。もらって、はい、まあ、早めに決着をつけるっていうのも、そうそうそう。怖っ。安いなぁ。いや、安いし、これ。まあ、いいか、行こう。あ、行くんだ。行く行く。ボンビー、物とも行く。カード全部あれ。しかも買うわ。え?あ、いや、これはもうすぐ売るんじゃない?あやばい、死んだ。今買ったものすぐ売らなきゃ生計立てるね。全部売却じゃねこれ。最悪や、最悪や、最悪や。いいぞいいぞ。僕から離れたんですよねこれって。今いないから次ゴール目指してよくて、しかも12だから66で一撃で決まるかも。え、もうこれって多分、え、ゴール下か下か。下も同じだと思う。さっきも同じだった。どのルートだ。待って、全体見て。いや、見ない。下方向、多分下方向にあるってことですよね。左って言って、下下ってやる。なんか視野狭くないなんか今日。確かに。今バチクソ京都映ってたけど。特急周遊でもいいかもね。めっちゃ結構。特急3個でしたっけ。3個。じゃあ3個で行くか。行けるルートがたくさんあるから。12やめてくれ、マジで。え?あ、いや、行ったか。これ、あれ、いや、はい、あ、いけないんだ。どこだ。上。これか。白、そこが白く光ってたらゴールできるんだよ。あ、いけるってことか。いや、物件買っとこうかな。見れるよ、そこで何の物件売ってるか。マロット。あ、見れるよ、少々見れるよ。じゃあ、ちょっと触れたら見れるんで。どっちも変わんないか。出てる?いや、出てるな。あ、そこね。その画面で。渋い。どっちも渋い。この辺ね、あまり買いたくない。だってほら、普通に操作したんだ。それと喋るんだ。インボが見つくかもよって。じゃあ下から行った方がいいね。僕のルート。左行って。こう。これ、あれなのね。行けるかなから、行けますように解明されたのに、また行けるかなに戻ってんだな。あ、そうなの?そう。
そうなんだ。いけるかなじゃなくて、いけますよなと。マジだね。いや、物件買っとこう、先に。これ。おお。あ、偉いね。釣り、釣り警戒。あ、え、あ、見て、見ればよかったのに。その辺ね、マジで高いんだよね。やったな。明石ぐらいまで行けばね、お買い得物件多いけど。そして僕が、ここ Google ポイントあるんだね。1234または、1234566でもいいんだな。うん。これ流行れるな。ということは、普通のサイコロで大丈夫だな。そうだね。普通のサイコロでいい。4か6。ドン。ああ全部赤じゃん。これはでかい。いくら800万。うわあ。やだ。はい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 。やべえ。はいはいはい。いいよ。借金地獄にハマってる。なんでこうなるのかな。おかしいだろう。使っちゃいます。いや安い安い、いや安いね、これでもなんでだよ。あー悪いな。コンビ回避回するか。あ強い、あ強い。これなんだ、あこれなんか確定 6? 複数ターン確定ずっとサイコロ6だから早い。強っ。レッツゴーカードの6バージョンとか。そう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 、あそうそうなんかしょっぱいな。しょっぱい悪させてくれ。あーあー、どんどん打たれる。うわ、勝った意味マジだ。やれやれ。マジで勝った意味ない。何のために俺はそこで勝ったんだろう。7マス。結構ね、ぐるぐる回れるから。ゴールしないでくれ。ゴールいいな。そうだね。ゴールしないでくれ僕は。よいしょ。あ怖い。うわマジか。入った？これはぴったりだ。ぴったりぴったり。どっから行ってもいけるよ。上でも同じ、上でも同じ。うん、ですね。なんだよこれ、話が違うだろう。連続これ。いや待て、また僕つくな。貧乏、貧乏神が。話が違えよ。もう運だけが僕の味方なんで。これでも遠いとこにしてほしいな。いやーやべ、遠いのきつい。僕は遠いのお願い。あボーナス、センターね。毎回つくな、うん、九州か北海道お願い。大阪、あー、島根は結構、島根か。そんなに離れてないか。離れてないか、京都だったら。そうだね、結構、そんな、ちょっと近いか。20マスぐらいだね。30マスぐらい。うん、20マス。20いくつとかだと思うけど。あー、離れ買うだろ、これは。これは解読だよ。ですね。うん、見つかって。3月になったら5000万もらえるわけだから、総資産キープのまま。これあ、29。慎太郎ダントツで勝ってない。やばいやばいやばい、僕はもう助けで。やばいのよ。逃げろ。勝ってるし。金がね。あれこれ結構寄るやろ。あの結構遠いね。40マスぐらいあんだな。あ、そうなった。29だった。29。でもやっぱとあるな結構。もうマイナス関係ない気がしてきてるけど、さすがにちょっとそれはできない。はい、ゴールしました。おや。やるかやるか。あ、オール6使ってから攻めてもいいのか。これ一旦に複数マイカード使いましたっけ？使えない。使えるのと使えないのがあって、あ、先端右下にね、カードの右下に20までついてるときは先使ってから使える。あ、そういうことなの。うんうん、今のオール6はちょっと分かんない。おい、マジでよ。オール6と一緒じゃねえかよ。オッケー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 。いや、苦しい。いや、やばいよ。苦しい。この施設の。いやー、マジか。やばい、指名とかだ。やばい、進行形どうしようかな、これ。これ、自分の持ち金って大体見てんだ。ね、最初のところで何も移動しない状態で。ああ。いや、これ2億は飛ぶね、10月は。さっき僕、9月か。8月、9月で1億だったし。あ、買わないか。さすがに。買えばいい。速攻売られる。どうしよう、これ。俺、急行がもう壊れるんだよな、多分。ちょっとスモーシンカード、熱いな。熱い熱い。これ、ちょっと使いどころ。飛行機で強いよね。ちょっとスモーシンは。まっすぐ行って突き当たりまでとにかくまっすぐ行くからゴールとかしやすいね。特急しか買えないんじゃない。でかでかでも特急買うのか、うん、あ売るのか。本当にいらない。売れるんだ。売れる売れる。てかあっち行きカード持ってたじゃんっていうか。いやそうそう、あっち行き持ってる。これだから置いときたくて。まあいや、とりあえず、はい、あっち行きカードは貧乏神を遊びに行って。いや強いな、特急買えんの。3枚買うか。いや、貧乏神ついてない人は余裕がありますね。
ブラックガイラーこれでいくわ。なんで貧乏が3回もついてないのマイナスなんだ僕。マジで30万のか。いやでも慎太郎は特急所有があるからハードが優秀だからな。まあもう進むか。めっちゃ強いぞそれ。行かないで、ね、これで、ね、これ3だろ。おかしいだろう。あ、大阪、なんかうまかった気がするけど。あ、大阪はね、うまいね、確かに。なんだか大阪を忘れたけど。赤島が一番忘れないけど。どこ？赤島。赤島、100% のたこ焼き屋。いや、大阪 200% のラーメンある。え、200% あんの？うわー、これ、なんかトピックで出てなくて、めちゃくちゃ強い。なんか、跳ねる後で。毎月5000万円ぐらい、4ヶ月間入ってたりするから。やば。うわ。いいね、金持ちは違いますね、やることが。違うな、やっぱ。やばいなー、これ。これ、決算どうなってんだろ、1年目。断トツやねこれね。慎太郎以外ほぼ物件持ってないよ、ね、それはマジで僕が一番今のところきついな。何もしてねえかな。何もしてないね。引け17。あ苦しい。赤は止まりたくない。よし何もできんま。この道来てもこれどうしようかな。いやそっか僕だいぶ情報古いから。いやったらきついな多分。ゴール6あ20丸だから。あ、ほんとだ。先使って録画してからできる。普通にサイコロが。あ、そうなの？だから、そう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 。20丸ってのは、一旦6使ってもう一回行動できるから、あ、じゃあもう12確定ってこと？ 9 個周遊で12確定みたいなのができる。あ、そうなんだ。あ、なるほど。これやばいな。カード。カード？あ、なるほどね。あ、強い。あ、強い。あ、知らんかった。あ、めんどくさいよね、これ。あ、だからつけられた。誰が？俺。これ…いや、ちょっと高田さん、あっち行けよ、慎太郎にしまやりましょう。あ、そうか、あっち…あ、あベビーティラって。ベビーティラ。これは慎太郎。なんだ、ベビーティラ。お金吸い取られる、お金が吸い取られるやつでしたっけ、確か。そう。わあ、ちなみにこのモードだと、僕はね、7億吸われたことある。ゴールと一緒じゃん。やばいね。なすりつけ14億ぐらい違うからな。不毛ななすりつけが始まる。だって次ま…あ、おっやばい。よしよしよし、みんなで笑って。いいよ甘いに座ってください。いいよやべぇ、座り直そう。ちょっと座れる、座れる前に使いてリセットしよう。あ、マイナスいくっけな、マイナスいくか覚えてないわ。だったらもう使い切った方がいいのか、もしかしたら。そうね、それはありだね。それはあり。13だからちょっと待ってくださいね。でかいでかいでかい。左方向か。左方向。これ矢印出てるのがゴール向きね。はいはいはい。最短距離が。でこのキラーンキラーンってしてるのはそこの物件すべて買い占められるマークね。ああなるほど。すげえ。買い占めると収益性が2倍になるから買い占めはすごくいい。はいはい。ここが200%になるから。ここかな。他の人が買ったところは買えないからね。そうね。まあ、解読ではある。いや、いいねー。これ、決まれそうなんで。残しといてくれよ。金もらえるんだから、この後。吸い取らせてくれよ。初心者に厳しいからね。僕たちは。もう。8マスか。もう結構ゴール近いよね、来てほしい。来い !8! よしよし。やすやす。なぜだ。よし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 。青マス、安いけど、スズメの涙ほどだけど、冬だし。あ、この辺地形変わってるわ。あ、ほんとだ。全然違うんだ。あそこ入りづらない結構。入りづらそう。いや、ぐるぐるはできないっすね。ね。あ、わしか。落としてた。ちょっと今コメントにあったんだけど、ベビキュラーはその人が持ってる金額に依存するみたいなんで、うんうん、あマイナス、マイナスに破滅させることはできないらしいです。あ、よかった。うわ、これ不毛ななすりつけられた。あーなー、そうだ、買われてんだった。これ、でもカード…ここいやどう…いやなんか…すごっ。高田さん、まあ、あ、でも高田さん今ついてんのか。そう。これはちょっとやだかな。普通にす…押して…あ、あ、明石。あ、俺金ないじゃん。金ない。金ないじゃん。金ないな。70%になってるな。100だったよな、昔は。16だから…まあ一撃で決まる可能性あるな、664とかで。九州でけえ。やだー、やめてー、僕。赤マス多いね。あ、早い。いったんない。13なんで。16だから足りてないもん。あと3届かないですね。
やめてくれ。めっちゃ開くじゃん。それ開くかそれ。こっち方向だから。あ、いい、いいとこ飛ばれる。宮島めっちゃ良さそう。宮島よかった。買い占め。買い占めできる。金ピカになってるから買い占めれるのか。そう、宮島いいね。うわ、いい、まあ、めっちゃいい、めっちゃいい、宮島、ね、やばいこれは。まあ、でも、キングボンビーついちゃえば、キングボンビーついちゃえば同じなんでも。確かに。筑島神社で終わる、変えたら面白いねんな。これ、これ、決算マジ楽しみやな。死んだとどうなってるの。やべえ。あ、マジで、ここで勝たないと僕もう、何も。グラフとんでもねえことになってそうだな。ね、お願い、3出てほしい。お願いします。あ、6、なんかぐるぐるしてるか。いや、足りないんじゃない。あ、足りないか。足りない、ね、あ、そうか、下でぐるぐるいけんのか、これ。はあ、はあはあ。ちなみに、今の特急とか使った方が確実だけどね。ぐるぐる回ってるから。それすげえ気づいた、今。ね、俺も見えてなかった、これ。近い時こそ特急強いよ。振った後気づいた。うわ、強い。うわ、これは強い。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 ちなみに今のぶっ飛び周遊っていうのはぶっ飛びカードのあの特急周遊と同じで何度も何度も何回も使えるか、何回もぶっ飛べる。なるほど。こう1引くまで飛ぶみたいな。あ、あ、いやマジで不毛すぎる。ずっとここのやり取りが。なんだ、漏れちゃうぞカードって。なんかなんだっけ、止まったマスにうんち落とすやつだったかな、確か。あ、でもサイコロをね、3つぐらい触れて止まったマスにうんち落とすみたいな。漏れちゃう。だから結構ね、進行形カード扱いっていうか、あ、なるほどね。漏れちゃって、漏れちゃう前だから急いでんだ。あ、そうそう、多分本当にそういうことだと。うんち大好きだからな、このゲームね。うわ、おー、早い、やべ、詰められる。いやー、もうなすりつけれなそう。うわー、いや、まじ、まあ、もうな、移動系持ってないの？僕一応急行が切れなきゃ。ああ、はい、ない。すごい。五だから使うか。いや、使った方がいい、使った方がいい。僕は気づけなかったけど、下ぐるポジションあるんだったら。そうか。でも特急もったいないかな。まあ。まあそこはもう好みよ、うん。やめて！あ、いけそう。これいけそう。前押して確認できるよ。入ってない。あ、いけない。あ、いけないんだ。あ、浜田買い占めれる。マジか。浜田買おう。浜田が買い占めれて、あとは無理か。まあ、一応、前だから買い占めありだね。おすすめはでも、回れなくなるから、上に行っちゃうと。ああ、そうか。そうそうそう。だから、回れる付近で買うか、青マスとか来ます。うん、でも、多分、次のターン、誰か取っちゃうと思うんだよな、近いから。そう読む。だからそう読んで、あ、それも全然ありだね。いや、うま、ここ、これうまいね。しかも金全部使い切れるじゃん。で、決算前だからね。やばー、これ死んだろ。やべな、死んだろが飛び抜けてないですか、これは。ちょっとさすがに行けば、あ、神様、11ここゴール取ってください。あ、入った、入った、行った、危ねえ。やあ、よし、まあまあまあ、またポケモンビーか。毎回つけてるから。からまくるぞ。これもう遠くで、遠く。遠くがいいや。ぶっ飛びしよう。遠くがいい、遠くがいい。やめろ、近くにしろ、近くにしろ。近く、近く。沖縄とかなんだよ。いや、近くがいいな。北海道、北海道、北海道。ダメダメダメ。あれ、いや、近い。行ったり来たり。近い、近い。さっき行ったよ、名古屋は。決算前だから、わあ、ここすごいいいな。こうだな。あ、全部買えるか、買えねえわ。よし。19か。やばい、漏れちゃうぞ。漏れちゃうぞ、でかいんだよね。これ、クソ強いかもな。行って、封鎖してってね。そうそう。あ、あれ、封鎖できるんだ。あぶねえ、待って、封鎖したらなすりつけれなくなるわ、これ。あぶねえ。でも、決めちゃえばいいみたいなとこあるかな。封鎖する。なるほど。4。なすりつけられる人いるの？いやー、もう遠いか、みんな。いやー、でも微妙だよね、どっちがいいか。おい、変化してもいいんだぞ、ボンビー。あ、確かに、そろそろじゃね。あ、最悪だ、これ。あ、いいね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 。サイコロ1か2しか出ない。うわ、マジかよ。ボンビー最高。マジかよ。いいね、いいね、いいね。やばい。いや、慎太郎の面いいな。これどうしようかな。いやー、赤バス止まったら止まりたくない。まあ特急使うか。足なくなっちゃうけど。うん、
先端が遅いからね、足。そう。ここか1か2しか出ないから。あ、ちょうどいけるほら。後ろ、僕の後ろいけるほら。いやいや、絶対なんで絶対脱水つけられちゃった。なんで あ、ヒーローカード。うわ、最悪すぎる。いいね。絶対いかねえよ。あ、結構距離あるんだな。僕が一番遠い気がするんですよね。40あるね。いや、僕が遠いよ。僕ゴールしてる。いや、ぶっとけ使おうかな。あ、いいね。これギャンブル性あるよ。男ではある。え、これ本当にもうどこでも行く可能性がある。どこでも行く。ハワイ。沖縄まで行っちゃうかもしれない。ありえるから。沖縄行ったら罪だな。でも別にね、残り1マスのところまで行けるかもしれないから。確かに。ホーリーランもね、あるからね。まあ、慎太郎今1位だしさ。そうそう、まあ、どうよ、ひらみ行け、ひらみ行け、どっか行け、どっか行け、うわ、え、めっちゃいい、いいよ、結構、あ、でも高崎近づける可能性ある、埼玉じゃない、あれ、埼玉、結構近い、同じくらいじゃない、あんま何も変わってない、あんまぶっ飛び、何も変わってないと思う、ぶっ飛べや、本物のぶっ飛び見せるか、ぶっ飛べや、いけ、本物のぶっ飛びはこういうことなんだよ、こいつら。行ってくれ、ギャンブラーじゃん。お、あ、お、お、違う、え、待って、センターのとこ行っちゃう、カナダめっちゃいい、やだよ、そんなことある、すごい、え、やばすぎる、やばこんなことある、最高、いやいや、省エネなんで、嘘やろ、あ、そっか、センター、まさか、いや、それ、もったいないぞ、センター、いいのか、あ、3個触れるんだ、3個触れる、3個触れる、え、めちゃくちゃ強いな、だ、めちゃ強いよ、一気にゴールあれるから、やめときな、あ、残り15マスだよ、センター、ぶっ飛ぶのはよくないよ、どれ、漏れちゃ、え、で、それ、待って、センター落ち着いて、1回しか出ないんだよ、1回しか出ないんだよ、あ、そうかそうか、アドバイスしてんの、これ、もったいないよ、マックス6だよ、逃げれないよ、センター、なあ、いや、逆に、あ、1-2だからもったいないってことだよね、でも逆に言うと、でもこれでうんち封鎖すれば僕はもう、あさよなら、いやー、やめてくれよ、おい、あ、今日は詰められるのか、ん、いや、下、あ、止められない、微妙だな、これ、いや、でも、いや、僕、あ、そっか、捕まれるよだな、どこに、うんちどこに出んの、そこで落ちる、ここでしょ、ここで落ちるから、あ、そうか、え、あ、うんちも、あ、これ、あ、だから、無理だ、あ、じゃあ、やばいな、俺もやばいんだもんな、1点目つけれないのか、あ、つけられない、1点目を消すね、いや、慎太郎さん、何のぶっ飛びだよ、マジで、やばいっしょ、これいけー、5、9番、5、9番割っちゃうよ、全部